早いね、今日は。お昼もいなかったもん、早いね。おー、ゼロかばっかりや、もう死にたい。お金くれよ、お金くれよ、お金くれよ、お金くれよ。マジでお金ちょうだい。マジで出資してくれる人募集しようかな。誰や、ご隠居んとこみたいに、そう、もう人生もゼロ化されてるからね、ご隠居んとこみたいに、マジでね、現金くれる人を募集するわ。あ、シータさんいらっしゃい。生活費をね、生活費をね、なんとかしたい。え、なんかお金かかることはできないよ、もうこれぐらいにも。おじちゃん、これから何するか知ってる？ね、これからの計画をお話ししましょうか。これからの人生の計画で、またゼロ化されました。もうだからもうポジる気もないです。お金がないのにポジれないですけど。いや、300万出さずに立候補だけする方でいいわ、それだったら。しかも、YouTuber の人はいいですよって、思いっきりあれね、俺ちゃんのこと言ってる。立花隆、いつも俺ちゃんのことばっかり言うねんけど、やめてくれる俺ちゃんのこと言うの。政治家にはなりたくないです。国政にはいけないです。叩けば埃が出るので。将来設計ね。この先のね、仕事をどうするか。これから先のね、仕事について、ちょっと、お話をしていこうと思います。今一応ね、今までやってきたね、キャリコンがまた、これね、月にね、何ヶ月間に1回しかないです。これは継続します。で、FP の仕事がね、なぜかこのタイミングで入ってきました。少しでもお金持ったら、ジャグルかポジルかで、ね、人生。そうね。人生、住む計画という。で、トラックのうんちゃんでしょ？トラックのうんそうでしょ？ほんで、なんだったっけ？あ、ストリートビューね。ストビューのね、バイトでしょ？ Google のね。これはまあ期間限定なんで、今日昼間配信中に皆さんにね、分かりやすいように話してたよね。これはもう、これ8月末までぐらいって言ってたでしょ。で、下手したら名古屋までは出張行けるかもしれないので、プラス、ポスティングでしょ。ほんで、ウーバーでしょ。あと何？あ、フワッチ？ふわっちってお金ならないからね、全然。ふわっちゃんね。んで、YouTube でしょ？あとは？あ、それ FP です。それ FP です。経済評論家まではいかないけど、まあ、お金に関するね、サイトの、監修員になってくださいっていう、そのコメントのね、お仕事が FP です。今んとここんなもん？ポスティングウーバー、あ、釣り線チェック。自販機チェック忘れてる。大事な、自販機チェック。自販機チェックはね、道路もチェックしますからね。お疲れ様です。小山さんお疲れ様です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個しかないな。9個しかないな。あ、まあ、まだあれ、なんだったっけ、古物はね、まだ残ってますからね。これで10か。
これから先のね、俺ちゃんがキンキンにやっていく仕事ね、こういう感じです。ドン。10個あります。キャリコンしながら FP やって、まあ、これは今までの、俺ちゃんのホームページの方で引き続きやっていって、で、これだけじゃ全然スカスカなので、まあ、メインはここから下になりますね。トラックの運転しながら、ストビュー、これを週3ぐらいで入れます。このメインがね、この2つです。このメイン、これがメインです。この2つがメインです。ここ、トラックのやつと、で、これストビューの方はね、期間限定なんで、だまあメインはこっちかな、トラックの方かなと思ってます。それと、ここにウーバーを絡めて、ウーバーのために、やっぱりね、ジャイロは必要ですね。なんでかというと、ポスティングね、今日、配信途中で切れたでしょ。あれ、重たすぎて、配信どころじゃなかったのよ。チャリンコで帰ってくるだけでも大変なぐらい重たすぎて。だポスティングのためにね、ここね、やっぱここポスティングするためにね、ウーバー、ジャイロが必要や、ジャイロが。ジャイロやっぱいるわ、ジャイロ。ジャイロが必要。要ジャイロ。ジャイロがあるとね、スピードが格段に上がります。ジャイロをすると。ジャイロを荷台にチラシ、あ、動いた。で、あ、日雇い派遣が抜けとるやん、これ。思いっきり日雇い派遣抜けてるやん。日雇い派遣 YouTuber って言いながら、日雇い派遣が抜けてるわ、これ。日雇い派遣が。ここがメインですね。で、ポスティングのために、ジャイロがあったら、これで早く進んで、楽もできて、で、ウーバーでも使える。で、日雇い派遣のバイト行ったとき、通勤にも使えば、残業もできる。だから、これやっぱね、要ジャイロですね、要ジャイロ。ここが大きく左右していきます。で、まあ、ふわっちと YouTube は今まで通りやって、自販機チェックも今まで通りやって、古物はまあ置いとくだけなので、こういう感じでね、残りの人生を歩んでいこうと思います。これで月収60万ぐらいを見込んでます。ここと、この2つで、この2つがある時だけで、多分ね、日当がどっちも1万5千ぐらいにしかならんから、かける30で45万にしかならないのね、45万にしか。で、これを、まあ、フルでやると、ポスティング、ウーバー、日雇いがなくなるから、ここと、ふわっちと YouTube だけになってる。でここと YouTube の、Google AdSense。ここで45万プラス YouTube がね、もうちょっと上がってくれて、5万くらいでもせめて入ってきたら、それでなんとか月収50万。で、空いた時間の夜中に、ポスティングができる。ウーバーができる。